環境やチーム事情などによってなかなか芽が出なかった選手が移籍をきっかけとして覚醒することもあるプロ野球。特に北海道日本ハムファイターズは移籍してきた選手が活躍してきた事例が多く、選手再生工場とも呼ばれています。そこで今回は他球団ではくすぶっていたものの、日本ハムに移籍後に活躍した選手たちを紹介していきます。ゴジラを受け継ぐもの。最初に紹介するのは、巨人から日本ハムへと移籍した太田大志選手です。東海大相模高校で高校通算65本塁打を記録し、2008年のドラフトで巨人から1位指名を受け入団します。背番号は55を与えられ、選手寮の部屋も松井秀喜選手が使っていたゴジラ部屋に入居することになります。しかし、プロ入り後は好不調の波が目立ち、幾度もチャンスを与えられたにもかかわらず、一軍に定着できずにいました。2011年途中からは外野手に転向するものの、期待された働きを見せることができず、背番号55も剥奪されてしまいます。結局、巨人での8年間でホームランはわずか9本。打率は2012年に記録した2割5分4厘が最高で、持ち前の打撃力を発揮することはできなかったのです。こうした中で2016年11月、吉川光雄投手、石川慎吾選手との交換トレードで、公文克彦投手とともに日本ハムへ移籍することが決定。移籍に際して太田選手は次のようにコメントしました。入団して8年間、一軍ではいい成績を残すことができなかったのを悔しく思っています。北海道で活躍する姿を皆さんに見ていただけるよう頑張るだけです。新たな決意とともに迎えた2017年。怪我で出遅れたものの、4月23日に一軍へ昇格すると、29日の楽天戦で、美馬学投手から移籍後初となるホームランを放ちます。さらに5月12日には、ロッテの涌井秀明投手を相手に、1試合2本塁打の活躍を見せ、日本ハムファンの心をがっちりと掴みました。この年、太田選手はシーズン通して一軍で起用され、プロ9年目にして初めて規定打席に到達。15本塁打を記録し、巨人での8年間で放った本塁打数をたった1シーズンで超えたのです。その後、太田選手は4年連続で2桁本塁打を放ち、2020年にはゴールデングラブ賞を受賞するなど、チームの中心選手として活躍します。しかし、翌2021年は不振にあえぎ、1軍と2軍を往復。オフにはノンテンダーとして自由契約になりましたが、昨シーズンは DeNA の一員としてベテランらしい働きを見せたのでした。無敗記録保持者。続いては、太田選手と共に、巨人から日本ハムへと移籍した公文克彦投手です。最速152キロのストレートとスライダーが武器の貴重な左腕でもある公文投手。2012年のドラフトで4位指名を受け、大阪ガスから巨人に入団しました。しかし、同じ左腕投手の活躍もあり、1軍での登板機会に恵まれず、2軍暮らしが続いてしまいます。1年目は3試合の登板にとどまり、2014年、2015年は1軍登板なし。2015年10月からはサイドスローへと転向するものの、翌年は左肩を痛めてしまい、12試合の登板で防御率 3.86 という成績に終わったのです。するとこの年のオフ、太田選手と共に2対2のトレードで日本ハムへ移籍。環境は変わりますが、日本ハムで野球を続けられることに感謝し、頑張っている姿を見てもらいたいです。新天地での決意をこのように語った公文投手は、移籍1年目からセットアッパーとして積極的に起用されるようになります。6月14日の中日戦では、1イニングを無失点に抑えて初勝利を挙げると、2017年は41試合に登板し、防御率 2.70 と好成績を残したのです。翌年はセットアッパーとして、チーム最多の57試合に登板。2勝0敗11ホールド、防御率 2.17 とその才能を開花させました。さらに2019年には8月29日の西武戦で
1イニングを三者凡退に抑え、1軍公式戦の初登板から165連続登板機会無敗の日本記録を更新。最終的に182試合まで記録を伸ばし、クモン投手は北の大地で大きく躍動したのです。しかし、2020年以降はまたも不振に陥り、2021年8月12日には再びトレードで西武へと移籍。また新たな地で復活することができるのか、試練の時を迎えています。波乱万丈の右腕。3人目は、ナスビの愛称で親しまれている秋吉亮投手です。2013年のドラフトで3位指名を受け、パナソニックからヤクルトに入団した秋吉投手。変則サイドスローの技巧派ピッチャーで、入団当初は先発として期待されていました。早速オープン戦で結果を残すと、ルーキーながら開幕ローテーション入りを果たします。4月1日の広島戦でプロ初登板を果たすものの、2連敗を喫してしまい、中継ぎへと配置転換されることに。すると、リリーフ陣の相次ぐ故障や、不振にあえぐチームの中で、セットアッパーや抑えとして大車輪の働きを見せます。チームトップの61試合に登板し、3勝5セーブ19ホールド。防御率 2.28 の好成績を残しました。さらに2015年には、球団新記録となる74試合に登板し、6勝1敗22セーブ、防御率 2.36 という成績でリーグ優勝の原動力となります。翌年は主にクローザーとして70試合に登板し、救援失敗はたったの2回という抜群の安定感で3勝19セーブ、10ホールド、防御率 2.19 と充実したシーズンを送りました。しかし2017年は故障の影響もあり、安定感を欠いたピッチングが増えてしまい、43試合の登板にとどまり、防御率もキャリアワーストの 3.35 に終わってしまいます。さらに翌年も不振が続き、前年を下回る35試合の登板、防御率も 4.23 まで落ち込んでしまったのです。そんな中、2018年のオフに高梨浩俊投手と太田健吾選手との交換トレードで、谷地亮太選手とともに日本ハムへ移籍することが決定。移籍に際して秋吉投手はこのように決意を新たにしました。みんなからもらった言葉を胸に新天地で頑張りたいと思います。移籍1年目の2019年は主にクローザーとして起用されます。6月まで26試合に登板し、12セーブ5ホールド、防御率 1.69 と好成績を挙げました。その後、肉離れによる離脱がありながらも53試合に登板し、自己最多となる25セーブ、防御率 2.96 をマーク。移籍によって見事にもう一花咲かせたのです。その後は不振が続き、日本ハムをノンテンダーとなり、独立リーグを経てソフトバンクに入団。しかし移籍後も結果が出ず、わずか3ヶ月で戦力外となってしまいます。今年は再び独立リーグの選手兼コーチとして現役を続行することになりました。奥様は元アイドル。4人目は元モーニング娘。のメンバーと結婚した杉浦俊博投手です。コーナーに投げ分ける制球力が持ち味のピッチャーで、2013年のドラフトでヤクルトから1位指名を受け入団しました。しかし翌3月に右肘の靭帯断裂が判明し、プロ初登板を果たしたのは9月10日と出遅れてしまいます。初登板は援護に恵まれず敗戦投手となったものの、6回を投げ2失点と好投し、その後の活躍を期待させる内容でした。2015年は開幕ローテーション入りを果たしますが、好投しても援護がなく敗戦することが続き、さらに右肩痛、右肘痛が重なり、2軍での調整が長く続いてしまいます。それでもクライマックスシリーズや日本シリーズでの先発も経験し、着実に経験を積んでいった杉浦投手。しかし翌年はリリーフとして開幕を1軍で迎えますが、なかなか結果を出すことができず、2軍と1軍を行き来します。8月末に1軍復帰をしてからは先発ローテーションの一角を担ったものの、11先発を含む17試合の登板で3勝2敗、防御率 7.14 という成績に終わったのです。
元日に結婚し、新たな気持ちとともに迎えた2017年シーズン。右肩痛の影響などで前半戦わずか5試合の登板で終わり、7月27日に八木翔吾投手との交換トレードで日本ハムへの移籍が決まりました。すると日本ハムは、杉浦投手が生まれ育った帯広の森野球場で入団会見を実施するという粋な計らいで出迎えます。僕が生まれ育った帯広で入団会見してくれる心遣いに感謝したいですし、この場所から再出発できることを嬉しく思います。杉浦投手はこのように語り、右肩を痛めてリハビリ中ではあったものの、新天地での活躍を誓ったのです。移籍1年目はリハビリに専念し、2018年から実戦復帰すると、3試合に先発して2勝0敗で防御率 2.84。さらに2020年は13先発を含む17試合に登板し、7勝5敗1セーブ、防御率 3.13 と好成績を残します。栗山英樹監督から守護神に指名された2021年は、大きな故障もなくシーズンを完走。56試合に登板し、3勝3敗1ホールド28セーブ、防御率 2.96 と、北の大地で大きな手応えをつかんだのでした。サイレント系。最後に紹介するのは、先天性の難聴を持ちながらも、サイレント系と呼ばれて活躍した石井裕也投手です。左耳は全く聞こえず、右耳も補聴器をつけて、わずかに聞こえる程度という石井投手。当時終身雇用が保障された障害者枠で、三菱重工の正社員になっていましたが、2004年のドラフトで、中日から6巡目で指名され、プロ野球の世界に飛び込むことを決断しました。即戦力左腕として、1年目から24試合に登板しましたが、制球に苦しみ、期待されたほどの結果を残せず。2008年6月16日に、小池正明選手との交換トレードで、横浜へと移籍することになりました。移籍直後に即一軍登録されると、高い奪三振率、勝負強い投球術で、勝利の方程式として、自己最多となる35試合に登板します。新天地で居場所をつかんだかに思えましたが、ロングリリーフのできる中継ぎ投手を必要としていた横浜と、左の中継ぎが一人しかいなかった日本ハムの思惑が一致。2010年4月1日、江尻慎太郎投手との交換トレードで日本ハムへの移籍が決定しました。日本ハム移籍後には、主に左のワンポイントとして起用され、2011、2012年の2年連続で防御率1点台という安定したピッチングを見せ、今度こそ自分の居場所を確立したのです。さらに2013年は51試合に登板し、4勝17ホールド、防御率 2.74 というキャリアハイの成績を残した石井投手。先天性難聴というハンデを抱えながらも、プロとして結果を出していく姿は、多くの人たちに勇気を与え、2018年に現役を引退するまで、長きにわたり日本ハムのブルペンを支えたのでした。